ポケモンカードを始めてみようのコーナー。イエーイ、来たな、ついに時がついに時が、この時がポケが流行ってるみたいですね。もう随分ともう流行りまくり散らかしてるようではい、ということで私たちもですね、まあ、そろそろポケカを始めてみようじゃないかと、はいはいはい、思って、はい、実はね、裏でね、セコセコいろんなもの集めてましたそうだね、集めてたね、君ね。なんかスターターデッキとかも、もうなんか何がいいのか分かんないから、うん、もう死ぬほど買って、なんかもう一人ね、もうなんか5個とか10個くらい持ってんの持ってるね、デッキね。そう、多分後でね、映、うん、ると思うんだけど、はいはいはい。ということで今回は、まあ、ポケカのね、まあ、開封、うん、まあ、スターターデッキ開封してもしょうがないんだけど、はいはいはい、あのランダムにパック入ってるやつもあるので、それをね、はい、今回は開封していこうと思います。思います、思います。あ、思います。すみません、自己紹介をくれました、園長です。あ、どうも、エビスです今忘れてた。ということで、今私たちが現在持ってるポケカをここに並べました多すぎな買いすぎな、やろうやろう思ってコツコツ買い溜めてきたスターターデッキならぬ、ポケカ151や拡張パックがここにぎっしりあります、はいはいはい、あるね、これね。とりあえず、この151、こいつ、これとこの2個、ミュウとラプラスのこの拡張パックが入ってるんですよ。でここらこの4つがランダムなんで、うん、一旦これを開封してみようかなと。なるほどね。スターターデッキはね、もう中身一緒なんで、はいはいはい、入ってるのが、はいはいはい、開封しても意味ないんで。なるほどね、はい、とりあえずこれ4つを開封していきましょう。了解、はい。そしたらまずはこのジャンボカードコレクション、はいはい、これいいね、これ。これね、まずね、これまずクソデカポケカがあるんですけどこれプレイすんのさすがにしないよね。これは多分飾る用、飾る用のでっかいポケカです、はい、でこの中に、まあ、拡張パックが入ってるんで、まずこれを出していきましょう。入ってるんだよね、はい、OK、 どっちがいい、これ何、ミュウか ラプラスか、まあ、確実にミュウが入ってるわけでは多分ないと思うんだけど。あ、そう、どっちがいい？まあどっちでも。どっちでも。あ、じゃあ俺ラプラス。まあ青だしな。ということで、こんな感じになってますね。ビヨーンと出てミュウがあって、でこの下にあんのかな？あ、パックだね。多分。はいはい、こんな感じで。おお、入ってんね。V、何パック？三パック。ウイスターユニバースですね。専用のやつかな。あ、これ2枚入ってるわ。ミュートを、あ、踊り誰で、こちらラプラス、これね、これガルファイヤー、かっこよくね。じゃあ開けてく、早速。一旦これ開けましょうか。あれでしょ、このこうでしょ、こうやって。そう、あ、よくあるやつね、これ揃えるらしいんよ。じゃあ俺から行かせていただきます。オーケー。まあ、これでザクとか言ったらおしまいだぜ。ここね、怖い怖い、あー大丈夫、あーまだ硬い、大丈夫かな、大丈夫、切ってない切らないで、オッケーオッケー、よしよしよし、僕もね、こうね、あ、これ若干切れてね、はい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 、オッケー。この開封作業すげえ高まる。楽しい、これ。そりゃみんなするわ、これそりゃしますよ。じゃあまず僕から早速ちょっと裏返しちゃおうか。ドンドン、フォックスライン、こういうもんノーマルアーマーちゃっていい。うん、レジスチル、パンプジン、パンプジン、あ、お、じゃじゃん、 DF や V、 どうこれ、 V 強い、みんな。なんかね、ここにね、この番号の下に、うん、SR とか書いてあるのよ。あ、本当だ。これがレアドらしい。そう、じゃあリーフィン置いとこう。リーフィン置いとこう。え、こっち、お、また見えてる。え、ミュウじゃない。え、ミュウ、これミュウ、はい、ミュウね。次は、お、ファイヤー、ファイヤー。え、こんなキラ連続で出んの。これさ、キラカードはみんなレアなのかそうではないのか分からない。どうなんだね。レジドラゴン、レジドラゴンなんかいるの。え、次、キラだよ。しかも待って、ドン、ラブリアス V。
どうどう、ファイヤー、ガラルファイヤー、ガラルファイヤー、お、さっき言ってたやつじゃん。どんどん出てくるけど、これ何が出るかな。ダン、ラティアスっていうか、そう、イラスト可愛くない？これあれじゃない、 SAR、 違う、 AR だ。 AR ってなんだ。アルティメットレアじゃない？アートレア、アートレアか、うん、いいじゃん。え、当たりなんじゃない？次 SAR じゃないこれ。ドン、え、オリジン、オリジン、あ、これね、知ってる、ちょっと貸して、はい、どうぞ。これ RRR って書いてある。なんだこれ RRR、 レアレアレアなんじゃない？レアレアレア、あ、え、ガルルフリーザ、はいはいはい。で最後が輝く月光が、輝く月光が専用カードっぽくない？なんか、え、月光が、輝いてる。月光がってポケモン自体人気だからさ、うん、レアかな、いいんじゃない。これ K なんだよね。 K、 K ってなんか、 K、 極限にレア極限にレアの K これ。じゃあ私いきます。はい、どうぞ。ビッパ、ビッパね。パゲッチャ、パゲッチャ、あれかな、さっきの進化系かな。これなんかさ、粘土イラストじゃないんだけど、粘土なんだけど、クレイアニメっぽい。クレイアニメ、あー、 あ、次レアだよ。レアか頑張って、頑張って、めくって。お、エンテイ V、 かっこいい。どう、エンテイ V、 かっこいい、かっこいい。神王神殿、はいはいはい。ヒュアは、その次がチェレン、ニキバ、キクバリ、お、え、バオッキー、知らない、誰。バオッキーは確かサンムーン、違うかな。サンムーン、RRR だこれ。へえ、レアレアレアだ、 RRR。え、基本と、基本とエネルギーのレアだ。じゃ、え、なんかさ、残像が、ね、残像がすごい、パラパラパラってなってる。いい、何これ。え、やった、やったのかな。エンテ嬉しいな。エンテかっこいいな。エンテかっこいい。へえ、いいじゃん。いいな。ということで、はい、今軽くですね、うん、何が強いのか、何がどうレアだったのか分かんなかったんで、はい、軽く調べたんですけど、はいはい、調べた感じ、俺はこの基本とエネルギーのこの、うん、SR かな、はいはいはい、SR が一番、まあ、レアっていうか、買取価格的には高かった。まあ一番分かりやすいね、うんうん、まあ値段じゃないんだけど、判断基準がね、判断基準的にはこれが一番、なんか200円ぐらいやった。はい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 でも十分だよね、1万200円って。そうだよ。で僕が、君のが、そう、この輝く月光が、うん、K っていうなんか色違い判定らしいんだけど、うん、これが550円だったんで、すごいね。まあレアなんかな、当たりなんじゃないかなっていう。ちょっと強さは分かんないけど、まあ、うん、とりあえずこんな感じでしたよということでした。そうだね、とりあえず、はいはいはい。で次、まあ、151メインですよ、これこれね。どっちにしますか、君選んでいいよ。どちらにしようかな。こっち、こっち、こっちもらい。じゃあ俺こっち開けます。開けちゃうぞ。でもう全部開ける、いくよ、もちろん。一気に、もちろん。これ開かんない、うん、開かないよ、開かないよ、苦戦してるとこいらないから別に早く開けろ。ドーン、うわ、出たね。うわ、こんな大人買いするの、マジ大人になって初めて。いや、夢だったな、子供の時こんなことできなかった。夢だったな。うわ、1パックずつ遊戯王カードとか買ってたな俺。マジなんか習い事で頑張ったら やっと1パック買ってもらえたもん。いや、そうだよ、ね、こういうの、そうだよね。ということで、ということで、10パック10パックずつ開けました。10パック、はい、はいはい。さあ見ていきましょうか。まずこっちから見ようかな、はい、はいはいはい。じゃあ行きます。せーの、ノーマルもサクッと言っちゃって いやね、はい、はい、ゴース、ゴース、かあ、かわいい、このイラスト。あ、早速、お、ドドン、メノクラゲ、イーキューコン、RR、RR だ。ケーシー、ダン、ガチガチガチの U だよ。ウルトラレアってことかな。ウルトラじゃない、ウルトラ、レア、ガラガラ、ガラガラ、ダン、ガブトブス、ガブトブス。あ、これあれじゃない、あ、あれじゃない、マスターボールだよこれ。マスターボールカラー、これほんとだ、マスターボールなんとかだ。これ多分なんかレアらしい、マスターボールのやつは。すごいじゃん、いいじゃん。お、ゲンガ、ゲンガだ、 R。このイラストシュールでいいねなんかずんどこずんどこで感じるね、いいね、踊ってる、踊ってる。イーブ、いいね、不思議そう。 AR だ、あ、アートレアだ、アートレアだ。え、これすごくね、全体的にね。
イラストが。すげえ。めっちゃいいじゃん。ラッキー。ラッキー。かわいいラッキー。ダダン。スリープ。スリープ。C だね。ポケモンとかのイラストいいよ。かっこいい。かっこいい。かっこよ。なにこのミュウツー。リアルすぎない。ちょっと俺個人的に見ていい？個人的に見んなよ。ブーバー。ブーバー。緑色の。お、またこれあれじゃん。これじゃない？ボール。モンスターボールか。モンスターボールな。モンスターボールだ。モンスターボールレア。ホログラフィック。この下にもドン。ドン。キラキラ。ルージュラ。RR。RR。EX だって。なんかもうさ、まだ半分だぜ。これ。確かに。おい、楽しませてくれるね。トサキンド。鬼スズメよいしょ。ミニリュウだ。お、ミニリュウのモンスターボールだ。モンスターボールだ。モンスターボールホログラフィック。お、ルージュラ。ルージュラ。お前ルージュラに疲れすぎじゃない？でもこれ SR だからさ、あ、スーパーレア。スーパーレア。ルージュラとチューできる。ちょ、勘弁してほしいな。ストライク、沢村、ひとかげ。こんなもんかな。はいはいはい。え、結構出るんだね、10パックで。ね。この中で一番のレアは何なんだろうね。あれじゃない？カブトプスじゃない？これ？マスターボール。これか。あ、マスターボール確かに。じゃあ次はイチョくんの10パック。じゃあいきますよ。お願いします。ボン。ドン。はい、いきますよ。はい。マダツボミ。マダツボミ、もう光ってるよ。しょっぱなから。打つの、あれ進化系？徐々に。ウテラ、かっこいい。かっこいい、リアルすぎない？ジャシックパークね、破壊光線出てる。対火光線だって、技目。たまたま。おお、光ってる。ブースター出た。なんかモンスターボール。モンスターボールホログラフィックだね。え、2個、同じの2個。やっぱリアリティが違うんだよ、リアリティ違うわ、これとこれで。モルフォン。モルフォン、なんか君のと比べたらちょっと渋いか、これ。あれ、あー、そう。なんかちょっとマスターボール欲しいな、マスターボール。お、ニドキング。いい。あ、AR だ、AR。え、ミュウ。ミュウじゃない？ミュウ、RR だでも。え、RR っていいのか？レアレア。そのまんま。もう、じゃあよくわかんない。でもなんかイラストはすごそう。ね。ロコン。ロコン。ワンリキー。パウワウ。リードル。あ、ハクリュウ。ハクリュウ AR だ。AR 多いね君。ね。カメックス、RR。 え、でも結構なんかなんか後半結構いい感じだったね、追い上げの。おー、え、ミュウが一番いいかも。マジマジで見てんな。マジマジで見てんな。なるほどね、じゃあそれが君の10パックだ。はい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 。でも僕も言っちゃうでしょ、もう10パック。はい、コイル。はい、ポリゴン。はい、メロリンガ。はい、もうどんどんいくよ。ニョロロもまたボールだね。お前手袋破けとるやん。そんな切られた。ゴローニャ、なんかすごいゴローニャギラギラ EX。 謎の草。たま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 金玉。やめてください。トランセル。お、バリアードの AR じゃない？お、 AR だ。なんか3人で企んでるよ。え、大丈夫、いじめられてない？そういう 見方。大丈夫。カイリキ。カイリキ。お、エリカ。でもこれはでもノーマルか。あ、 U だから。これのレア、これの SAR がめっちゃすげえみたいな、めっちゃいいんだ、書いてあった気がする。お、ダグドリオモンスターボール。ダグドリオモンスターボールからのドン。お、リザードン EX RR。 RR すげえ。リザードンいいんじゃない？リザードンってそもそもポケモンでもう最強ボックに人気やん、ね、そうだよね。さあ、そろそろ終盤ですよ。終わっちゃうよ。ズバッと終わっちゃうか。キャタピー。終わるか。イーブイ。かわいい。ニョロゾ。ニョロゾ。モンスターボール。モンスターボール。あ、ファイヤー。あ、シンプルファイヤーじゃない。シンプルファイヤーだね。さっきのバラルじゃない。バラルじゃない。足やめて。後半じゃないから。はい、終わりましたー。なるほどね。まあでも、良さそうだったよ。なんだ、ってことは、AR？ AR がすごい多かった気がする。バリアード？バリアードと、AR かな。他にもあったね、何個か。でもいいんじゃない？ファイヤーとか、リザードンもなんか良さそうね。ちょっと後で見てみよう。じゃあこんな感じでした。はーい。まあ、ミュウ出ちゃったからな。出ちゃったからなって。まあ、ピカチュウ欲しいね、ピカチュウ。ピカチュウ欲しいね。うん、うん、じゃあ行きます。はい、ドゥン。ドゥン。はい、ガーディ。ガーディ。ヤドラン。うん、カモネギ。
コダック、コダック、まだつぼみからの、サンドパン、ウルトラ、怪力のレア、コイキング、コイキング、ニャース、人影の、めっちゃ光ってる、スターミー、イラストかわいい、こっちもある、の前に、の前に、ゴルバット、ウルトラ。ウルトラが基本的にこっちにも光ってんだ ね, なんかねで。レアはこのイラストだけ光ってんだ。うんうんうん、ニャース、あ、ニャースモンスターボール。はいはい。あ、ガルーロ EX。迫力満点。RR。スリーブ。ヒトデマン。そのイラスト。あ、これ俺も出たぞこれ。AR じゃん。AR。そう、君最初も出たよね。もう出たね。え、待って。なになになに、なんか今、なんか今出たよ。ちょっと後でなんか一瞬見えたよ。見ちゃった今、見ちゃったんで今ね。シギソウ AR マルマインレア、はいはいはい、イワーク、いや見えてんだよね見えてるね、見えてるね。イワーク、ストライク、早く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 、銀ギラ銀だよ。銀と何が出るの。コーラ、えポッポ、カブト、SR だ。これは、それはね、いくらいくらってでもあれですけどエリカの正体 SR でしょ。 SR これ一応相場、はい、23,800円。どんでん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 、マジで。じゃあ俺そっち選べばよかった。こっち側にあったもん。やっぱさ持ってるのかな。あまり物には服はあるっていうかね。俺持ってるね。やっぱ幸運じゃない。幸運だね。これ1枚で2万円するでしょ。手が震えてきちゃうよ。あえて震すな。ちょこっちに置いとこう。ここに置いとこう。うんうんうん。マジかよ。何、そう見えてたのよ。ちょっとびっくりしちゃってさエリカだと思って。出ちゃったじゃん。ちょっとでも値段言うのもどうか、まあ、そう値段のためにやってるわけじゃないから。違うよ、あのモンスターイラストが可愛いからね。そう、ポケカやりたいからやってるだけなの。通りだよ。エアードが分かんないから一応見てるだけなの。うんないしない別に。そう、うんないうんない、うんないうんない、うん、本当にうんないからコルバとギャラドスレア。ギャラドスそんなもんかな。まあでもね、まさきかな。焦点出てるから ね, ねオムナイト、はいはいはい、ズバットで、ラスト2枚ウォース、ケイシー、ケイシー、ゲンガー、ゲンガー、マスターボールだ。いいじゃん。マスターボールレア。全体にすごい当たりっぽいよ、エリカ。なにそれ、羨ましいんですけど。ちょっと、うわいいんじゃない。詳しく見てみるか、一旦詳しく見てみよう、うん、やばいよ。どうしたの？なんか急に騒ぎ出してびっくりしたよ俺。やばいよ。急にわーって言い出したから。やばいよ。何？みんなこれね、動画見てた。あのポケから理由何？何？興奮しちゃって。ポケから有識者がこの動画見てたら、あ、最初の方でね。最初の方でなってるかもしれないんですけど、うん、今ね、まあ、どういうカードがどんなレアなのか調べてたんですよ、はいはいね、で、うん、やっぱりこのエリカの正体、はい、こいつね、これが、うん、やっぱり販売価格が2万3000円ぐらいだったね、これね。3000円ぐらいで、うん、まあすごいねって話だったんですよ、うんうんうん、でまあそう、こんなすごいんだと思ってじゃあ他も見てみようっていろいろ見てたら見てたらこちら危ないよこちらそれだよね、これ問題のやつよね。問題の一品多分知ってる人からしたらそれだよそれって話になってるよこれ今。これこれレアがね、うん、R、うん、R だからレアだから、うん、あレアのゲンガーなんだ、イラストかわいいねってなんか素通りしたと思うんだけど、はいはいはい、これマスターボールのミラーってい う、まあ、ホログラムがついてるんですよ、うんうんうん、であマスターボールってレアなんじゃないって言って調べたらまさかの、販売価格37,800円。おいどうなってんだよ。おい一番の大風呂じゃねえこいつ。俺ら普通にあ剣道かわいいねってスーってやったぞ。原画原画マスターボールだ。いいじゃん。マスターボールレア。すごい当たりっぽいよ。
俺この2枚であの5万円ぐらいの価値のカードを出しちゃったんですよ。おいどうなってんだよ。やばくない？怖ぁ。すいません本当に、なんかとんでもないとんでもない引きなのか、それともこれが普通なのかもわかんない。どうなんだろうね。でも普通じゃないよね。普通じゃないよ。だってこれで5万なんだもん。これでこの2枚で PS5 買えちゃうんだよ。おいポケが怖すぎるよ。ということで、はい、ということでね。あ、エビス君はどうでした？僕はちなみに、まあ、大体 の, あのカード、はい、まあまあ、ね、値段で言うのもね、まあ、あれですけど、とりあえずあの尺度が初心者で俺らこれしか知らないの分かんないんで、なのでまあ大体まあ150円ぐらいとかのねものが多かったんですけど、はい、まあその中ではまあこの2枚ですかね。あ、やっぱりこれやっぱこのやっぱこいつのさマスターボール加工だから、マスターボール加工がなんかねすごいらしいらしい、ね、なんかレアとかウルトラレアとか一旦置いといて、うん、マスターボール加工になってるだけでもうそうちょっと違うらし い, い, いらしい。でまあこいつはまあ1200円ぐらいだったね。うん、うん、でも高いよ。高いの高いの1枚1200円だ よ, だよバカだから。こいつらがおかしいんだよ。こう見てもさマンなんだよマン。おかしいよマン。ゆきち何人だよこれで。5人いるぞここに。おかしいって。でルージュラが、まあ、ルージュラがまあ確か500ぐらいだったかな。500か700円ぐらいだったかな。確かそのぐらいだったね。これも SR だったからね。はい、うん、っていう感じでした。さすがにねやばすぎるお前これ。これはもうこれ完全にビギナーズラックだね。ビギナーズラックだし、もうこれは君はポケモンカード始めましょうっていう証だよこれは。はい、はい、もう始めようと思ってたんでちょうどよかったです。じゃあ今度エビスくんのねまた開封動画に期待ということで。期待ですね。私はこれありがたくいただきます。くそー。